はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、先日ありました8月の生放送ですね、8月2日にありました生放送なんですけれども、そちらの方でですね、プレミアム会員の方のみが、応募できるプレゼントキャンペーンというのが存在するんですけれども、今回はそちらの受け取り方がちょっと変わってね、めんどくさくなっちゃった、めんどくさくなったのかな、どうなんだろう。ニコニコを毎日見る人にとってはめんどくさくないんだけど、ニコニコを毎日見ない俺みたいなタイプにとってはちょっと面倒くさくなったんで、今回はね、プレゼントコードの受け取り方の紹介っていうのをしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。と言ってもね、変わったって言っても基本的なことは変わりません。ただちょっと今まではメールで来てた、今まではシリアルコードはこちらになりますってメールで来てたんですけれども、今回はですね、こちら右上の方を見てください。こちらの方のポップアップ、ここにですね、シリアルコードが届いていますっていうのが来るようになりました。メールではなく、こういう風にその公式サイトの方で見なきゃいけなくなってきた、めんどくさいやつですね。で、ここでシリアルコード受け取りページっていうのが出てきて、これをねクリックすることによって、グランブルーファンタジーのシリアルコードが出ますよっていうような感じとなっております。じゃあこちらの方入力していきたいと思います。皆さんもね、こんな風になってるから、間違えないように、忘れないようにだよね、間違えないようにっていうか忘れてたらね、これ悲惨だよね。だってプレアカ登録してる意味って、最近もう俺もほぼほぼないですもんね。よいしょ、はい、これで OK と。これで、ニコニコテレビちゃんボックスを入手いたします。皆さん忘れないようにね、しっかり忘れない。俺なんかメールが来ないから、あれ俺もしかして事前と応募者全員キャンペーン、プレアカ限定応募者全員キャンペーン、もしかしてもらう申請忘れてたっけなって思ったぐらいそんぐらいの忘れっぷりだったんで、皆さんはね、ぜひとも忘れないようにしてください。ということで、ニコニコテレビちゃんボックスの方開封していきたいと思います。何がもらえるかな、紙紙とかもらえねえかな多分もらえないと思う。じゃあ回していきます。はい、ということで、これ多分一番のはずですね。ニコニコテレビちゃんが1個と、宝鐘石が200個と、ウェポンミラージュが1個ということで、こんな風になりますので、皆さんはね、プレミアムアカウントで申請された方はぜひとも忘れないようにという啓蒙じゃねえな、注意喚起動画でした。皆さんの参考になれば幸いでございます。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。